こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、皆さん11月4日に行われる、神戸三本ホールで午後、14時から16時まで行われる助産師久子とマークの講演会、なんとなんと本当にありがとうございます。300名募集をかけたところ、もう残りのお席が20席を切りました。もう急いでください。頑張らんでええです。適当でええです。You get my life color. You get my life color, color, color. You give my life color, color. はい、11月4日金曜日、午後14時から16時まで神戸三本ホール、三宮ですね、三宮の駅から10分ぐらいのところですけども、三本ホールで、はい、講演会をしようと決めたのは11月4日から遡ること2週間前でした急すぎやろっていうね、いきなり思いついたんですよ、やろって思って、はい、もうスタッフバタバタですよね。もうちょっと早く決めてください、久子さんって言われましたけども、まあ、スタッフの皆さんもねバタバタと本当によく動いてくださって感謝感謝なんですけども、というのも11月の4日、実はこの日にね、本当はね、大阪で命の授業、ある中学校で命の授業のためにもう私たち飛行機取ってたんですよね。で、宿泊も取ってたんですよ。なのに学校側の都合でちょっとそれが急にその日が都合悪くなっちゃって延期になっちゃったんですよ。待って、大阪行きも決めてるし、出張そこも全部調整してるし、宿泊も取ったし飛行機も取ったけどみたいな、どうするってなって、もう何もないけど行く関西みたいな、何もないのももったいないよなってなって、コロナもちょっと落ち着いてきたから、やる講演会久しぶりにやろうかってなって、ほいで神戸で急遽ね決めたんですよ。本当に急遽決めてね、発表させてもらったにもかかわらず、声がやるよっていう告知の動画を上げてからたった24時間でもう100名以上の方が申し込んでくださって、チケット購入してくださって、発表から48時間2日でもう150名突破っていうね、すごいペースで本当に皆さん参加する、行くって言ってくださって、もうめっちゃ感謝です。最初300人集まるかなどうかなとか言ってたけど、これやったら500名ぐらいの会場押さえといたらよかったかなと思うんですけど、はい、もう残りが現時点でもう20席を切ってしまいましたので、ぼやぼやしてるともう行けなくなっちゃうので、ちょっと今悩んでらっしゃる方、ちょっと早急に答えを出してもらって、参加表明をチケット購入を、ね、していただかないともう間に合わないぞという、はい、そういうご報告でございます。で、本当にありがとうございます、ね、来てくださる限りは本当に準備期間もめちゃくちゃ短いんですけども、私たちとしても講演会のタイトルが、噂の助産師久子とマークが突然神戸に現れるらしいでっていう、ふざけたタイトルでございます、はい、だからね、講演会って言われるとすごいなんか堅苦しく感じるかもしれないんですけど、私の中ではエンタメ、はい、もうライブだと思っています。もうママたち笑ってもらわないとね、やっぱりね、子育て毎日頑張ってて、こうそうだよね、そうあるべきだよね、子育てってこうだよね、学びになった、勉強になりましたっていう講演会もいいんですけど、もちろん深い話もしますけど、それだけではすごくしんどくなっちゃうのでね、もうなんか分からへんけどめっちゃおもろかったって思う、笑ったみたいな、楽しかったって言って皆さんに帰っていただきたいので、ね、私たちもこの残りの期間でね、さあどんな面白いことやろうかなっていうのをいろいろ企画を考えています。面白い、皆さんがみんなで参加できてワイワイガヤガヤもう大興奮みたいな、そんなものもね、いろいろね考えてますので、たった2時間14時から16時2時間しかないんですけどもね、めっちゃ考えてますので、ぜひぜひね楽しんでいってもらったらいいかなというふうに思います。で、チケットはですね、この概要欄の方から、この URL の方からチケット購入できます。で、クレジットと、あと当日現金払いっていうのも選べますので、あと現金払いの方は普通にここ申し込みしてください。で、当日ね現金払いでしていただいたら大丈夫なので、はい、クレジットの現金と両方できますので、概要欄の方からね購入お願いします。あともう20名もうなくなった。そう、もう20人切ったよこれ、あっという間に埋まるで、これもうありがたいな。だから300名って考えて、で皆さんが子供1人2人ぐらいを連れてこられるっていうふうに考えたら、申し込んでくださってる大人の人数が300でしょ。でそこに子供ってなったら多分600名以上になるよ。なるよね。すっごいこれ楽しいね絶対。まあまあ会場もまあまあ広いんで、うん、はい、うん、余裕はあると思う。
余裕はあると思いますので、もう人数いたらで盛り上がりますからね。もう面白いこといっぱい考えて、でも握手しようね、ハグしようね、写真も一緒に撮ろうね、みんなでね。はい、もうそんなんとかももうね、あのサービスもいっぱいいっぱいもうやっていて、私もこうハッピーをね、あの若いエキスを吸い取ってやろうと思ってますので、みんな吸い取られて帰って。はい、すごい楽しみにしています。あと20人を切りました。概要欄の方からチケット購入をよろしくお願いします。当日の現金払いも可なのでよろしくお願いします。さあみんな急げ、11月4日金曜日神戸でお会いしましょう。